こんにちは、ステレオカメラの相場です。今回ご覧いただいてますレンズは、ライカの人気オールドレンズになりますね。エルマーの 50mm、振動タイプスクリューマウントレンズですけれども、その中でもですね、後期のですね製造でこちらの被写界振動メモリがですね、ご覧のように赤い刻印で描かれております。通称赤エルマーと言われるですね、エルマーになっております。ご覧の通り、ライカライトエルマーの 50mm、F 値が 3.5 ですね。シリアルの刻印が、ちょっと見にくいですけれども、571997ですね。ですので、1941年のドイツ製エルマー 50mm、赤エルマーということになりますね。はい。マウントは、バルナックライカ用のスクリューマウントですね。こう、ねじ込み式のマウントになるわけですけれども、LM アダプターというのがありまして、それを装着していただけましたら、ライカの M 型ですね。ライカ M3、M4 のような、オールドカメラから、現役のライカ M8、M9、ライカ M240 とかのようなですね、デジタルカメラにもご使用いただけるマウントになっております。またですね、各社のミラーレス一眼とかにもですね、ご使用いただけるマウントです。はい。ということで外観から見ていこうと思います。外観はですね、ご覧の通り非常に綺麗な、個体だと思いますね。この振動部分の、メッキもまだピカピカでですね、ほとんど痛みという痛み、使用感はほぼ感じられないですね。こう目につく、すれ当たり、凹みとかですね、落下して歪んだり、どうかに強くぶつけたりしたような、あとは見当たりません。はい。備品といっていいレベルの赤エルマーだと思います。はい。これはですね、赤エルマーはですね、前玉にブルーのコートがかかっているものとかかってないものがあるんですけれども、こちらはコーティングがないバリエーションになるようですね。はい。ですね。はい。コーティングはかかっていません。はい。レンズの前玉、後玉ともにですね、擦れ傷、ひっかき傷、摩耗やですね、レンズの痛みは感じられずに、大変綺麗な状態ですね。ご覧の通りです。はい。中玉にも、曇りカビ、バルサム切れはありませんね。チリ、ホコリの混入も、ほぼほぼ見られませんので、かなり綺麗な状態をキープしています。絞りの動きももちろん、滑らかですね。ハネの痛み、油の汚れはないですね。はい。この振動図もですね、スムーズに滑らかにしてまして、このロックもしっくりと効いてますので、こうグラグラしたりしないですね。ピントのズレもないです。で、ピントの、このヘリコイドですね、もグリス切れのスカスカ感とかですね、グリスの、固着による動きムラないですね。無限ロックもパッチリと効いております。付属品がリアキャップと、こちらのフロントキャップになっております。はい。こちらのセットでお届けいたします。でもってですね、本個体ですけれども、熊本の中村光学様にて、オーバーホールを施していただいております。レンズ、絞りのリング、ヘリコイド、グリスアップ、一通りにおいてですね、分解整備、調整を施していただいております。ということで、はい、ライカの人気オールドレンズ、エルマーの 50mm、通称赤エルマーになります。オーバーホール済みの品になります。ぜひ、お早めにチェックしてみてください。以上です。